これで1トンか。あ、行ってる。こんばんは。すいません、遅れました。13分遅れです。すいません。こんな時間に風呂入ったことないんですけど、なんか風呂入ってしまいまして、ちょっと遅れました。疲れた。今このアカウントをですね、借りてやってるんですけど、配信って押すのすげー緊張しましたね。ちょっとビビりました。慣れてないもんで。すいません。ショックのアカウントからこうしてインスタライブと、いうことで、中止になってからね、しばらく経って、実際に千秋楽がやっていれば会った日からもそれなりに、経ったわけですけど、いろいろ思うこととかもちょっとお話ししながら、できればいいかなと思って、で、本当に家にね、みんな今、家にいなきゃいけないし、もちろん、家にいるじゃなくて、こう本当に医療の関係の方とか、もう本当にスーパーで働く人もそうですし、もう細かく言ったら本当キリがないぐらいね、生活のために、働いてる人、外に出なきゃいけない人、リスクを抱えながら仕事をしていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。そんな人に感謝しながらも、こうして自分がインスタライブという形でね、やらせていただけるのもそういった方たちが戦ってくれてるからこそだと、思っております。まずはじめに、はい。ちなみにここは、家です。なんやねんその椅子って思うかもしれませんけど、普段自分がですね、最近全然作ってないんですけど、曲を作ったりとかするスペースです。未だに、まあ今も言ったようにそんな曲最近全然作ってないんですけど、未だに曲を作るときめちゃくちゃ古いパソコンで作ってますからね。G5 ですよ。今時 G5 なんてないだろうっていう、そんな古いパソコンで、その前に今座ってるわけですけど、はい。このインスタライブ、やらせていただきますと言いつつ、正直ほんと何にも考えてないですよ。やること。あと、ショックの公式の、インスタライブなのでね、それこそ今年の出演者、上田とか、繋がったりするのかとか、いうふうに思った方もいらっしゃると思うんですけど、そんな予定も全くなくてごめんなさい。はい。すいません。そうですね。改めて、自分が、最後に、仕事をして、こうやって、緊急事態宣言が出て、最後にやったのがね、仕事したのがね、それはちょっと舞台とはちょっと関係ないんですけど、ミュージックフェアですね。ミュージックフェアが、最後に、やった仕事でしたね。そっからずっと、自粛、という形に、なって家にいて、本当にこの、約2週間ですよね。この約2週間、一歩も家出てません。すごいなって思う。けど、俺全く苦じゃないっす。全然苦じゃないんですよね。普段から引きこもり体質ではあるので、なんかね、家にいても全然俺苦じゃないですね。気持ち的にも、苦になってないというか。ただやっぱり、テレビなんかをずっと見てるとね、やっぱり、このコロナウイルスに関してのニュースとか、そういうのがやっぱ多いですよね。自分ニュース見ちゃうタイプなんですけど、やっぱり一つ思うのは、
なんかこう、エンターテインメントが足りてへんなっていう思いはすごく感じてますね。まあもちろんね、そのテレビとかそういったメディアの中で、テレビもロケにしてもスタジオにしても収録が止まってますから、だから今後は、ね、まあいろんな総集編だったり未公開だったりそういったもので繋いでいくんでしょうけど、まあそういった意味でもこういった SNS、まあうちの事務所 SNS に関して、非常に遅れてるっていう言い方が正しいかわからないですけど、まあ俺も遅れてるタイプで、本当に今ピッと押すのすげえドキドキした怖かったですけど、遅れてるじゃないですか。だからそういった意味ではね、その、なんかこう、皆さんと、つながるきっかけというか、そういったものが、テレビも止まってしまうと、非常になくなっていくわけじゃないですか。だからそういった意味でも、まあ、うちの事務所も変わっていかないといけないところなのかなとか思いますし、だから、なんかね、思うところはたくさんですけど、何かこう新しいエンターテインメントの形っていうものがこれからまた生まれてくるのかなという気はねしているんですよね。電波悪いですっていうのがたまに来てるんですけど、それはうちじゃないと思うぞ。そっちじゃないですか。いや、わからんけど。ね、まあコメントの止め方とか知らんから、まあいいわ。あ、画面これ何？コメントが流れすぎて固まっちゃうってこと？分からんからええわ。分からん。まあいいです。まあ改めてなんですけど、まあ20日に我々は舞台を中止して、とりあえず、なのこれコメントどうやって消すの？これ前もそんなライブの時やったよね。これどうやって消すんだろう。これなんか落ちたらなんか怖いね。なんか言ってまうんちゃうかとか、これどうやんの？コメントのオフの仕方。あ、わかった！これちゃん！え、怖っ。え？なんでこれオフにした方がいいの？ちょ、わからへんからええわ。電波悪くないっしょ？電波悪い？いいよ。ほんと？切れてる？切れてますか？まあまあ。知らん。耐えてくれ。耐えてください。まあじゃあ、ちょ、大事な話するときだけコメント。まあ、ずっと一人で喋り続けるのもね、しんどいから。たまにはコメントも見たい気もするし。とりあえずお振るよ、コメント。お振りますね。これ。あ、これでいいのかな？はい。改めて振り返りますけど、我々は、2月26日だったかな？に、まだ舞台をやって、そっから、まあ、自粛に入ったんですよね。で、自粛入って、いつ再開するのか、っていうのを探りながら、まあ、準備を我々もしながらやってきて。で、3月20日に再開目指して準備をしましょうという形になったんですよね、こう、進んでいって。で、18日だったかな？ 18 日にみんなで集まって、改めて、こう、確認をしながら、投資もして、まあ、準備をしてきて。で、19日に、FNS の、撮影をしたんですよ。確かね。俺の記憶が間違ってなかった。間違ってたらごめんなさい。19日に、やりました。FNS のね。で、
まあ、その時も、なんとなく状況を感じていると、本当に20日にこれ再開することが正しいことなのかどうなのかっていうちょっと疑問が自分の中でもあって、それでまあ、東宝さんともいろいろお話をさせていただいて、まあ、ショックに関してはやっぱり演出的にも、非常にね、まあ、リスキーだろうというのもあって。で、まあ、結局、もちろん20日の以降もね、たとえ千秋楽一日でも再開できれば、それはそれでいいのかなと思う部分はありましたけど、まあ、それも叶わず、終わってしまったという感じですけど、まあ、本当に楽しみにしていた方はね、非常に残念だったと思いますし、もちろんキャスト、まあ、スタッフもそうですけど、我々としてもやりきった感っていうのは全くなくて、なんとなくね、もちろん寂しい思いっていうのはね、キャスト同士でも、感じてますし、感じましたし、まあ、未だにたまにね、グループのメールみたいなのがあるんですけど、それで、たまに、やりとりなんかはあったりもしますけどね。まあ、松は相変わらず意味のわからない感じの、コメントが来たりとか、しますけど。まあ、そうやってなんとなくやりとりは、してますよ。まあ、でも本当に今年はね、上田も本当に頑張ってくれたんで、そういった意味では本当にやり遂げたかったですけどね。で、まあ、自分も自身のね、ウェブの方でも書いたんですけど、まあ、その中止したことが、なんつうの？あ、中止してよかったねっていう世の中になってしまうことが非常にそれは良くないことでしょうって自分の中でも思いがあって、なんだよできたじゃんって言える世の中になってくれた方が自分はまあそうならそうでその方がいいじゃんって、自分も思ってたんですけど、結果的になんか自分の思いと逆というかねえ、まあ、中止してよかったんだと思うけど、でもそれは世の中的には良くないことなんじゃないかなというふうにね、感じてしまっております。まあ、だから、あと、スマイルアッププロジェクトでしたっけ？窓の掃除を、ガラスの掃除、っていう、動画がね、最初その企画を聞いた時に、そっか、リーダーはちゃんと本当にためになる、世の中のためになることやってるし、まあ岡田もね、今、体を動かす機会が減っている中、ああいったことをやってて、ああ、ためになることやってんなと思って、自分全くためにならない動画で、本当に申し訳なかったんですけど、着々とですね、家、一日一箇所でもいいから片付けたり、綺麗にしようと思ってやってるんですよ。着々と綺麗になってますね。やり始めるといい感じです。なんか楽しくなっていきます。やっぱ普段そんなにね、あんまりやらないんで、まあ、窓を拭いたり、ちょっとこの部分片付けようとか、一つ言えることが、まあ、自分のソロもそうなんですけど、近畿の、ものもそうなんですけど、CD やら DVD がめちゃくちゃあるんですよ。なんやろな。ちょっと見せようか。
ょっと見せようか。あ、これ舞台と関係ない話やな。いっか。いいよな。許して。ちょっと待ってね。例えば、ほら。これもう、ほんの一部ですよ。これもうちょっと結構古めよ。ほら、これ何やと思う？キンキの、これシークレットコードの CD ですよ。もういっぱいあんねん。もうこれだけちゃうからね。ほんまもう、めっちゃいっぱいあんねん。ほんまに、どうするこれ。で、これこういうの全部整理したんですよ。整理して、もうほら、こんな。ほら、これスノーやろ？もうこんないっぱいあんねん。だからこれ全部、まとめまして、事務所に返品しようと思いました。事務所に返品します。これを返された事務所も、困ると思うんですけど、返品しようと思ってます。そうするとね、かなりね、かなり広くなるんですよ。ここそういうのもちょっと いろいろいっぱい置いてる部屋なんで、もうすごいよ。あと何でしたっけ、俺ウェブに上げたのか。古いビデオテープとかいっぱい出てきて、リハーサルの稽古場での映像とか、それはライブもそうですし、そういうのいっぱい出てきて、まあそれももう捨ててやりましたけどね。こんなん VHS 残してたって、とりあえずもう見る機会、ビデオデッキももう死んでるし、もうこれは置いといてもしょうがないなと思って、はい、もう捨ててやりました。まあ話はそれたんですけど、まあ普通で考えたら、こうやってインスタライブとかってみんなどういうテンションでやってるのかな、どんな感じでやってるの。まあ自分はそんなにこう明るくは話さないですよ、改めてなんですけど。こんなテンションでやりますよ。あとやっぱりまあ私41歳になりましたけど、41歳になってもそうですね、まあジャニー事務所にいるんで、キラキラした非常に前向きなだけのトークみたいな、それもちょっと僕の中にはちょっとなかなか難しい部分があるんで、まあ言いたいことを話せること、話したいこと素直にね話せたらいいかなと思ってますけど、まあ話は戻しまして、その舞台の話に戻りますけど、やっぱり舞台というエンターテインメント、なんていうのかな、やっぱりその良さってテレビとかそういうのにはない、本当に貴重な時間を皆さんにいただいて、実際に劇場に見に来ていただいて、その空間を一緒にね共有して、で幕が開いた瞬間にそのストーリーのにね、ストーリーの旅にお客さんと共に出てっていう、何にも変えられない素敵な時間がそこにはある。でそれはもう変なし、例えば日本だったら昔の、もう歌舞伎の時代からそれは変わらないことだと思うんですよ。幕が上がればそうなるっていうのは。だから、まあ、それこそ、何にも変わらない何かがそこにあるっていうふうに僕は感じてるんですね。だけど、なんかこうなった時に、やっぱりその辺の、なんかこう、脆さみたいなものも、若干感じるというか、やっぱりお客さんに来ていただくかないと完成しないコンテンツの一つだと思うので、なんかその辺の脆さみたいなのがねすごく出てるかなっていうふうに、感じてます。なんとかならんもんかなっていうね。だから中止になってから、これどこまでどう話したらいいかな、
まあ自分はいいんですけど、やっぱり、みんな出演者にしてもスタッフの皆さんにしてもそうなんですけど、やっぱりその準備の期間っていうね、リハーサルをやって、今回だったら、新キャストが多かったので、アンサンブルの皆さんも。だから、ちょっと早めにね、稽古に入ってもらってとかっていうね、その拘束時間があるわけじゃないですか。で、舞台とかって、大体そういう、リハーサルの時間っていうのは、全く一線にもならないんですよね。ちょっとこんな生々しい話で申し訳ないですけど、まあそんな話も今日はさせてもらっちゃおうかなと思ってますけど、一線にもならないわけですよ、その拘束時間中っていうのは。で、変な話、本番始まってからも、そうですね、皆さんが思ってるより、多分、もらえてないと思うんですよね。だそんな中で、急に、バスッと中止になってしまうっていうのは、それこそもう今世の中の人がいろんな本当に死活問題だっていうのあると思うんですけど、それは舞台の世界も同じだと思うんですよ。だからなんとかして何かそういう、もちろん何か活動することによって、例えば自分が活動することによって、そのさっきほどもちょっと言った医療従事者の方とかに何かこう寄付ができるとか、だそういったことっていうのももちろん、それももちろん考えていかないといけないことだと思うし、でも、なんだろうな、それだけじゃなくて、やっぱり同じ一緒に仕事をしている人たちも生活があるわけだから、何かそういう人たちの助けになること、何かできないのかなっていうことをね、いろいろ考えたりもね、しました。まあ、そうですね。だから、このインスタで、斉藤さんが一生懸命こう撮って、ね、インスタライブやったじゃないですか。舞台の、ちょい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 、ね。で、途中斉藤さんがこう、顔映っちゃったりとか、はい、回りましたとか声が入っちゃったりだとか、まあまあ、まあ僕自身も今、これもヒヤヒヤしながらやってますけど、まあ慣れてないので、まああれも、まああれも笑ってみてくれたらよかったんですけど、あれ、やりましたけど、それこそああやってやるにしても、照明さんにしても道具さんにしてもスタッフも、あの時はまだ、そこまでね、緊急事態宣言も出てなかったし、そういうことはやろうというね、まだそういう空気感でしたからね。で、そういう形でやって、でもあれは本当にみんなもう完全にボランティアというか、それでもみんな集まってくださったわけですよ。その気持ちがね、やっぱり舞台を愛するみんながね、集まってくれて、で、そこに音楽と、やれる場所さえあれば、あ、こうやってエンターテインメントはその瞬間に生まれるんだなというのをすごく感じて、そうだからね、なんか本当みんなどうしてるのかなと思いますね。アンサンブルのみんなもそうですけど、そう、つい先日、井上芳雄くんと、岸裕二さんと、モネちゃんと、グループでテレビ電話したんですよ。で、まあ、いろんな話しましたね、やっぱり。だから、吉尾くんなんかもやっぱり何かできないかねって、何かできることないのかねって。やっぱり、まあ、言っても、正直答え出ないんですけど。言うたって答え出ないんですけど。でもなんかこう、やれることあったらいいよねって話をね、みんなで、しました。で、その時に聞いたんですけど、ナイツテールっていう舞台でね、共演した、これ多分ご自身のツイッターでもなんか言ってらっしゃったそうなので、言っていいと思うんですけど、共演した、神田恭平くんっていうね、例えば今度
今度っていうかずっと結構日本でやってるミス・サイゴンなんかでもトゥイをずっと演じてる人なんですけど、が、配達の仕事を始めたっていうのを聞いたんですよ。これ、そう、もう、えらいこっちゃなと思って、だって、ねえ、ミス・サイゴンでもそうですし、プリンシパルですからね。そんな人が配達の仕事を始めて、じゃないと、食っていけないみたいなところだと思うんですよね。これはそれはそれで本当に大問題だな、ちょっと感じてます。本当に世の中が偉いことになってんなって。まあでもテレビでも見て知ってましたよ。何ですか、今オンラインで飲み会をするみたいな。俺最初その吉尾くんとかとテレビ電話で話しましょうみたいな話もらった時に、俺ちょっとひるんでたんですよ。テレビ電話自体苦手やのに、テレビ電話もっと苦手やのにって思う部分があって、でも意外とね、やったら結構な時間、2時間ぐらい話してたかな。意外と楽しかったですね。ああ、こういう風に成立するもんだな、の、もんなんだなと思って。まあ意外と楽しかったですよ。まあ自分は家ではほぼ一滴も飲まないタイプなので、コーヒーを飲みながらやってましたけど、ね。これ一回コメントをオンにしてみていい？ここするとまた止まんのかな？まあ、止まるようだったらまた言ってみてください。ね。あれですよ。もしあれだったらショックのことで、質問があったら質問とかあげて、たまにこうやって見て気づいたらそれに対して答えるから、ね、そう、さっきなぜ、あ、ごめんなさい、そう、こんな時間にね、俺風呂入ることないんですけど、話めっちゃ戻りますけどね。これやる前にすごくちょっと眠くなりまして、まあ自分にとって昼寝の時間なんですよ、この時間。ほぼ毎日、昨日も朝8時ぐらいに寝たかな。あ、いや8時過ぎかな。毎日それぐらいまで起きてるタイプなので、だからいつも朝東山さんとかリーダーとかその辺の顔を見ておやすみなさいと思って寝てますけど、だからもうすぐだ、10時半ぐらいに、あ、ちょっと眠くなってきたなと思って風呂入っちゃおうと思ったらちょっと遅れちゃったんです。改めてすみません。はい、ショックのことなんかあれば質問してくださいね。できるだけお答えします。これコメント消してってコメント消したいん。なんで消してほしいんやろ。なんでやろうな。まあ、ええわ。知らん。わからん。ね。あ、そっか。これってタイムラグがあるから、なんかめっちゃ古いコメント出てくんねんや。なんやろうな。これな、コメント消してっていうのはなんでなんやろ。なんでやろ。どうせあれやろ、スクリーンショットしたいからとかそんなんじゃん。だったらめっちゃ簡単。あ、ガーン言うた。むしろ、そんなんしてんちゃうぞっていうな。ね。ね、まあいいや。そう、なんかいろいろさ、
こう自粛自粛っつって、まあ家にいないといけないじゃないですか。家にさっきも言ったように入れない人も、リスクを背負って仕事してる人もたくさんいますけど、うん、まあやっぱり日本はそうやって拘束力のない法律になっている。うん、だから非常に難しいところですよね。そうやって自由を望んでたのは私たちだと思うし、なんかすごく難しい問題だなっていうふうに感じてます。なんかこう社会というか、そういった部分もこういろいろ見直さないといけないくなったよね。いや、それはエンターテインメントのあり方もそうだし、うん、なんかそれもいろいろ考え直さないといけない時代になったなっていうふうに思ってます。だからそれこそ、まあまたちょっと舞台の話から少しそれますけど、近畿でね、リリース予定だった関西坊やという曲が、リリースが延期になりました。それはやっぱり自粛の時に、自粛しないといけない時にレコード屋さんに足を運ぶこととか、そもそもレコード屋さんがやってないとか、まあそういったことも踏まえて延期しましょうっていうことになったんだけど、まあだからそれもさ、我々は音楽配信をやってないからそういうことが起きちゃうんだよね。だから、いい加減そういうのもどんどんやっていく時が来たんじゃないのかなって僕個人的には思ってるんですよ。まあでも、もちろん、いろいろあるとは思います。だそんな話も実はね、しましたよ。するべきなんじゃないのかなとか。でも何かこう、自分が思うのは、今世の中も、これを乗り越えた時に、世の中もより良い世の中にならないといけないなって思うし、そのエンターテインメントもそうなればいいなと思ってるんですよね。なら、なんか一つ感じるのは、もう世界中の人が同じこと、同じ気持ち、同じ恐怖を感じてるじゃないですか。今までってここまで世界中がそれをこういろんなことを共感、まあ嫌な共感だけど、なんか共有していることって今まで自分も生きてきた中でなかったと思うんですよ。だからそれはね、そういった意味ではいい方向に捉えることも大事かなと思うんですよね。それができたんだから、乗り越え、共に全世界の人たちが乗り越えて、そこからまたより良い世界にね、していかないといけないだろうしと思うんですよ。ね、だからそうね、まあだからやっぱりさっきも言ったように、日本はこう拘束力がないっていう話しましたけど、でもこれもウェブで言いましたけど、やっぱり日本人はこういろんな世界から見てもいろんないいところもあると思うんですよね。何かこう礼儀が正しいとか、おもてなしとか、なんかそういったいろいろあると思うんですよ。街が綺麗とか、いろいろあると思うんですよ。だからそんな、やっぱり、こういった中でも日本人もしっかり、そういった法律の中で、こういう自粛という中で、乗り越えることがもしもできたのであれば、それはやっぱり世界にやっぱり誇れることなのかもしれないし、だから一人一人が、
っぱり責任を持たないといけない時だ。本当に医療崩壊っていうね、もう本当に、怖い言葉ですけど、自分も知り合いのお医者さんいるんですよ。もう本当に大変そうですしね。だからもう何よりも一人一人が、うつらないこと、うつさないこと、もうそれをもう徹底することが、まあ、それを防ぐことになると思うので、もう一人一人がそういう気持ちでいることですよね。それが大事だと思います。ね、エンタメが死んでいくようで悲しいですって書いてるけど、そうなんだよね。今はそう捉えちゃうよね。そう捉えちゃうよね。だからそうならないようにいろいろやっぱ考えていかなきゃいけないよね。何何どういうこと？ちょっと待って、コメント読んでるから。これコメントにすると止まっちゃうの？まあいいでしょ、いいでしょね。意外とショックについて質問あればっつって送ってつってもあんまり来ないね。いや、いいんです、いいんですけど、全然いいんですけどね。ショックのサントラ出したら曲を大幅に変えてくるのはド S ですか、ド S 心ですか。ちょっとそうですね。もう出したものは古いものですっていう、いやド S っていうか、いやド S っていうわけじゃないけどね、なんかもうそれはそれっていうか、まあでもサントラもどっかあったな、サントラ、これどっかあったの、どっか行ったわ。まあでもちょっとこのコメントのラグがすごいひどいですね。ずいぶんありますね。ね、いやー、だから本当に何かいいアイデアないかね、何かできること。またちょっと話は戻るんですけど、ガラスのただお掃除をしているだけの動画ね、配信されましたよね。実はもう一個作ってて、それはね、意外といい出来なんじゃないかなと思ってんだけど、ちょっと世の中に出るか、ちょっとそれはちょっとまだ未だにちょっとわからないです。ちょっと謎なところがあります。それはね、出していいのかな、まあちょっと相談ですね。出るかどうか分かりませんけど、それもあって久々にこの今目の前にある古いデスクトップのパソコンをね開いてやりましたけど、まあなんかのきっかけでそれもなんか配信できたらいいのかなと思ってますけどね。はい、ね、それで今配信いっぱい音楽もしてほしいですって書いてるけど、そうだよね、配信ができればそんな延期になることもなかったと思うんだよね。でもまあまあいろいろあるんですよ、うちの事務所的にも。ショックの演奏は日によって違いは感じますか？あ、ありますよ、そりゃ。四季の
ね、コンダクターの田辺さんも、終演後、毎日、楽屋に来てくださるんですね。今日どうでしたかっていう話を。今日どうだったつって。で、まあ、もしも気づいたことがあれば、今日ちょっと、ワンデー、テンポ、遅かったっすね、みたいな話とか。いや、今日はもう本当、気持ちよかったです、とか。そんな話を、毎日顔出してくれるんで。だから、きっと、なんだろうな。やっぱりこういう、その場の空気とか、例えばお芝居のテンションもそうだし、なんかそういったものもこう、オケさんとの、リズムって必ず生まれてくるんですよね。それをまあ、田辺さんが見て感じてやってくれてると、思うんですけど、ね。こういう話してるとやっぱりやりたくなるんだよね。そうだからね、やっぱり自粛されてる方も多いかと思いますけど、話ごめんね、本当にいろんなこと飛んでいっちゃうけど、自粛って真面目にする人が一番経済的には損をするんですよ。こんな言い方すごく正しくないかもしれないけど、でも、で、そうなんだよね。自粛って、やるなとは言わないけど、やってなんかあった場合どうすんの?みたいなのが裏にあるじゃないですか。これ難しいよね。でも、なんか、そうやっていろいろ思うこと、いやねん、それと思うことを思い始めると、どんどんそっちに行っちゃうので、自分は前向きに考えたいですね。だからさっきも言ったように、やっぱりこんな中で誇りを持って乗り越えることが大切かなとか、なんかそういう風にいたいですね、自分としては。そうだよね、保育士の方もね、そうだよね、大変だよね、本当に。だから ゴミを収集してくださる方もそうだし、本当にそんなのはね、そういう人がいるから自分たちの生活が成り立ってるっていうのは改めて感じますよね。オフにしたら小一さんだけ見えますって来てるけど、だからオフにしたくないんですすいません、パンちゃんはどうしてるんですか?ちょっとパン一瞬連れてくる。向こうで多分寝てると思うんですけど。これね、俺もう今何分やった?一瞬パン連れてこようか。一瞬ちょっと無人になるよ。無人くんだよ。ごめんね。一瞬無人になるよ。ほっ!よいしょ、はい、戻ってきました、はい、パンです、どうも、はい、どうも。止まっちゃうんだね、止まっちゃうんだね。ね、これもう何分やった？これ1時間で切れちゃうんだよね。あ、でも10分遅れぐらいで始まったからまだあんのかな。止まっちゃうんだね。はいはいはい、はい、ごめんね、ごめんね。そう。なんか犬もさ、そのウイルスがどうのこうのっていう話も一瞬あったじゃないですか。まあまだちゃんとした実際の情報っていうのはわかんないんだけど、だから親に預けたりとかっていうのも、なるべくね、まあ、
親もパンに会いたいと思うんですけど、なるべくこう行ったり来たりはあまりしないようにね、してるよね。ね。あ、本当にコメントからしてかなりえぐいぐらいあのラグがあるのかもしれないね、これ。そっか、はいはいはいね、はい。うわ、かわいい、かわいい、かわいい、ね、だから、そうね、まあなんかこうちゃんといろいろ、ん？ジャパネスクのハッピーエンドはどうなるか決まっていますか？あ、それあのインスタにあのなんか書いてたでしょ、説明。それを見てください。うん、それ書いてますんで。うん、あ、そう、簡単な筋トレ動画みたい、あの、そう、いろいろ考えてたんですけど、あの、一つ思ってたのが、あの、ショックの音楽でできる筋トレっていうのをちょっとやろうかな、それインスタにアップしようかなと思ってたんですよ。そしたらさ、武田真治がさ、なんか、スカートの、やつでしょ、かぶるやんけと思って、しかもあの人の方がガチやんけっていうのがあるんで、ちょっとあのひよってたところあるんですけど、まあまあやれたらやりますね、ショックの曲でやる筋トレ動画、やれたらやります。これマジコメントえぐいぐらいあれやな、一回オフするわね、はい、一回オフします。うん、なんかコメントのあれでそうやってラグが出ちゃうのかな、なんか溜まったりしちゃうのかなね。ですから今そのこんな筋トレしたらおもろいかなっていうのを、はい、やりますんで、できたらやりますんで、でこのインスタに載っけますんで、ぜひあのそれでみんなも一緒にね筋トレしてくれたらいいなと思いますけど、あの自分はあの終わってから筋トレかなり再開してやってますね。うん、あのインスタにも体重表が載ってたでしょ。あ、始まりが58キロでどんぐらい落ちたんだっけな、1キロ2キロぐらい落ちたっけ。でもびっくりするのがあの今年から出てるジュニアの港、あいつが身長180ぐらいあるんでしょ、180以上かな、ある中、初日なんかは俺より体重が少ないぐらいっていう、50だ、俺が58点いくつだったと思うんですけど、で彼が180センチぐらいあんのに体重が俺とほぼ一緒っていう、恐ろしいよね今の子って。どんだけ細いねんって。だって二の腕が俺のこの手首ぐらいですもんね。びっくりしますよ、あの細さ。何で動いてんねんって。骨で動いてんのかなって。おめ、熱い。俺の体が熱いな。はいはい。おめ、じゃあ降りよっか。降りる、はい、降りよ。はい。以上、ごめんね。うん。ね、もうあと10分弱ぐらいかな。うん。10分弱ぐらいですね。結構早く時間過ぎるもんですね。うん。ね。まあだから、なんでしょうね。ちょっとでもね、なんかやっぱり、どうしても、暗い方向に
世の中が行ってしまってる感じがするので、うん、でもなんかやっぱり世の中がこう難しい状態にある時にいろんな文化っていうものが生まれてくると思うんですよね。だからそれはこの期間っていうのをこう無駄にすることなく自分も生きていかなきゃいかんかなというふうにやっぱちょっと前向きに考えてますけど、だからこれもウェブでも言いましたけど、